お願いいたします。北区労連の事務局長をやってます松永と申します。私も日韓問題っていうかそれに心を痛めてる一人なんですけれども、高齢者の自動車事故が多発していて池袋で亡くなった松永真菜っていうのは私の娘と同じ名前なんで印象的なんですけれども、その方が言ってることで痛みっていうのを被害者は絶対忘れないんですよね。ずっと言い続けるんですよね。で、その加害者に対して極刑をっていうことを言い続けるわけですね。私何が言いたいのかって言ったら、被害者はそういう意識なんだ。で、韓国に対して盛んにいろんなことを言ってるけど、そもそも引き起こしたのは日本政府が戦争を起こして、慰安婦だの、徴用工だのっていう問題を、そもそも初めにそれありき、そこから物事を考えていったときに、安倍首相は国会でも謝らないし、いろんなところできちんと謝罪してないんだっていう、その一点がそもそも問題を、困難にしている。で、それをいいことにマスコミが韓国のことを取り上げると、視聴率が上がるということで、昨日も5チャンネルっていうかテレビでやってましたけれども、書いてる人とか言ってる人はそんな意識ないけれども、視聴率を上げるためにそのひどいことを言う、痛みを持ってる人たちがその痛みに対して寄り添ってほしいと思ってるのに、盛んにこんなことを言ってる、あんなことを言ってる、そういう報道を日本は盛んに流してるっていうのが、私がとっても心が痛い、それが一つです。それからもう一つは、例えば副大臣、日本の、厚生労働省の副大臣、政務官じゃないですね、副大政務官、政務官が1人2万円、外国人労働者1人2万円で100人だから200万だねっていうのを秘書とのやり取りでちゃんと証拠が残っているのに、それもマスコミは追及してない。なんでこんな明らかなちゃんとしたもの、それが偽物であるなら警察はちゃんと偽物だということを言うべきだけど、秘書もちゃんと元秘書っていう形で出てるわけですよね。だけどそれを何も追及しないし、韓国の玉ねぎがどうのこうのつって盛んにマスコミは調べてますけれども、日本のマスコミは日本の政務官、それに対しては一切調べてないようにしか私たちには見えません。そういうことが本当に危険だなっていうのを強く強く感じます。太平洋戦争の始まる直前、昨日の新聞にも書いてあったんですけど、毎日新聞が公選論を盛んに、話し出した。そしてそれに続いて朝日も公選論を強く言って、もうマスコミ上げて戦争すべきだというような形で、太平洋戦争に突き進んでいったという苦い歴史を日本は持っています。そして戦争をして日本の、価値観は後ろから弾が飛んできて死んでるっていうことを、大多数の価値観が後ろから弾が飛んでくる、後ろから弾が飛んでくるということは身内が撃ち殺しているということです。そういうことが言われてます。それから310万の中の、大多数の軍人の中で餓死が大多数だ。戦争をすると餓死で亡くなるんです。ガダルカナルは餓の島、餓死する島って書いてあります。インパール作戦も同じです。そういうような無駄な戦争、本当に司馬遼太郎の本を読んだ時に、日本の戦車の砲台をヤスリで削ったら削れちゃったっていうんですね。で、何発も撃つともう砲が曲がっちゃって撃てなくなっちゃう、それぐらい安っぽい、そういうものが兵器として作られていた。また中島飛行場で作ってるゼロ戦は何であんなに速いのかというと、全てそぎ落として安全装置が何もなかった。で、なんでそんなに、優秀だっていうのは、安全装置もなくって身軽にして撃たれたら一発当たったらおしまいっていうような飛行機を
作ってたわけですよね。そういうことで、本当にパイロットがたくさん死んでいったっていうことも考えると、戦争ほど無駄なことはないし、そんな無駄な、お金147機も F-35 を買う必要はないし、出雲を空母にする必要もないし、でもう一つだけ G ソニアっていうものが、安倍さんはあの関係ないっていうんであれば、私はこの発言は大問題だと思ってるんですね。なんでかって言ったら、日本はお金払ってたわけですよね、関係ないのに韓国に。ということは、あのすごい僕は国民を騙してる、どっちがどうなのか分かりませんけども、そういう予算の使い方だってまずいなって私は思っています。もう言い出すと話があの頭にきて止まんないんですけれども、こんなところでよろしいでしょうか。はい、今日も失礼します。ありがとうございます。ご通行中の皆さん、こんにちは。私たちは同和北区役所のメンバーです。どうぞお話しします。なんか、はい、どう